フリーアナウンサーの押坂忍さんが6月29日、89歳で死去した。所属事務所の SO プロモーションによると、押坂さんは病気療養中だったという。葬儀は近親者のみで執り行われた。押坂さんは1958年、テレビ朝日アナウンス部第1期生となる。東京オリンピックでは女子バレーボール、東洋の魔女を担当し、65年には民放テレビ初のフリーアナとなった。その後、放送界に多くの後進を輩出し、コメンテーターやエッセイストとして活躍した。ミセスグリーンアップルのボーカル、大森元貴が和装姿でザ・ミュージック・デイに出演。アップテンポなライラックを披露した。和服と手袋の意外な組み合わせが話題を呼び、似合う破壊力やばすぎなどのコメントが寄せられている。千原せいじが YouTube で女子アナの裏の顔を暴露。ゲストの桑畑理恵から女子アナは仲が悪いと指摘されると、せいじも同調。共演した女子アナが局アナからフリーになった際、激怒しているのを目撃、ハゲと国会議員並みに怒鳴っていたという。理由は弁当がない些細なことだった。政治は局アナ時代はそんなイメージなかったと理解を示しつつも、売れてる人はみんな良い人とコメント。